ソグド人、ソグド人、ソグド人は中央アジアのゼラフシャン、ザラフシャン川流域地方に住んでいたイラン系、ペルシア系のオアシス管外農耕民族。また、商業を得意とし、あまり定住にこだわらず、シルクロード周辺域で多様な経済活動を行った。近年の研究では、シルクロードを経済的に支配していたと言われている。居住地であるソグディアナが、 シルクロードの中間に位置することから、アケメネス朝支配下にあった頃より広く交易に従事し、マケドニアのアレクサンドロス大王の征服、その後のグレコバクトリア王国支配下においても、独自のソグド語を守り、ウイグル文字の素であるソグド文字を利用し、宗教的にはゾロアスター教、後に一部がマニ教を信奉して、東方のイラン系精神文化を中国にもたらした。 その活動範囲は東ローマ帝国から東の長安にまで及んだが、イスラム勢力の台頭によりイスラム化が進み、12世紀にはその民族的特色は失われた。ソグディアナ地方は後にウズベク人なんかによるトュルク化が進んでいった。ソグド人が最も古く現れているのは、全土アベスター、アベスターに付けられた注釈であるとされている。イランの最高神オムズが 自らの作った国々の名を挙げている中で、すぐどの地のガウという言葉が出てくる。また、ヤシュト書にも出てくる。アケメネス朝のダレーオス一世、在位、前522年前486年によって、建てられたベヒストゥン碑文において、ダレーオス一世に侵入した23国の一つとして、すぐだと刻まれている。また、古代イギリシャのヘロドトスも、歴史において、 ソグドイ人、ソグディア人と記している。アケメネス朝の進化となったソグド人はパルティア人、コラスミオイ人、アレイオイ人と共に第十六番目の州、ノーゼイクに属し、三百タラントンを収めることとなった。紀元前四百八十年、クセルクセス一世在位、百八十五年前四百六十五年のギリシア遠征では、 アルタイオスの子であるアザネスの指揮下で従軍した。紀元前329年、マケドニア王アレクサンドロス三世の軍隊が中央アジアに進攻し、マラカンダ、サマルカンドを攻め落とした時、抵抗したソグド人の死者は約3万人に上ったと歴史書にある。長期間のゲリラ戦に手を焼いたアレクサンドロスは、中心都市の占領のみで矛を収め将兵に、 ソグド女性との婚姻を奨励するなど、住民の陳部に努めた。アレクサンドロスの死後、マラカンダを中心とするソグディアナ一帯は、周辺の諸民族の乱入による混乱が続くが、その間に、ソグド人は、次第に東西貿易に従事する商人として優れた才能を発揮するになる。中国の司書でははじめ、西方異民族のことを、もっぱら個人と呼んでいた。 ソグド人もこの中に含まれており、証拠というのがそれにあたる。この頃のソグディアナは皇居という遊牧国家が支配していた。その西北にもエンサイという遊牧国家があり、ソグド人はこれらのもとで暮らしていた。前漢の武帝、在位、百141年八87年の時代から、中国が、西域、中央、アジアと通じるようになり、シルクロード交易が、 盛んになると徐々にバクトリア商人にとって変わり、4世紀以降、ソグド商人は東西交易の主役となった。ソグド人商人はシルクロードの各所にソグド人コロニーを形成し、ソグドネットワークとも言える情報網を張り巡らしていた。ソグド人はこれによってシルクロード交易で主導的な地位を成していた。ソグドとして中国史書に登場するのは、 義所再域伝においてであり、そこには、属徳国、俗徳、国と記されている。属徳国は、漢代に、伊織祭と呼ばれた地域にあたり、皇居の西北、大沢、荒る海沿いにあった。北魏の時代、386年から534年、属徳国には、商人が多く領州の州と目像にまで商売に来て、いたという。この商人こそが、即土人だと思われる。 また、旧皇居である皇国、サマルカンドをはじめとした国々、いわゆる秋竹特図においても、ソグド人は健在で、深め、交尾、多髭という外見と商業に長けていることが、記されている。これらの国々は、クシャーナ朝、エフタル、特決と、たびたび遊牧国家の支配を受け、その都度支配者が変遷したが、そのまも、ソグド人は独自の文化を維持し、農業と商業に従事した。 中国島の時代、ソグド人は、現状の大東西域機において、理人として記される。以下は、理想期の全文。スバスヤ部より西に、数十の古城があり、城ごとに城を建てている。命令を受けているのではないが、皆、突決に隷属している。スバ城から、欠層な国、四国に至るまで、土地は、理と名付け、人も、理人という。文字、 言語もその名称に従って、理文字、理語と称している。字の成り立ちは簡略で、元二十四文字であるが、それが組み合わさって語彙ができ、その方法が次第に広がって、文を記している。ほぼ記録があり、その文を立て、縦に読んでいる。そのやり方を順次に伝授して、師匠も弟子も変えることがない。鴨や価値を身につけ、川やを着ている。もも服も狭く、身にぴったりとし、 頭髪を整えて、頭頂を出しているか、あるいは全く反り、えいドりを額に巻く。体つきは大きいが、性格は臆病であり、風俗は軽薄で、気さがまかり通っている。おおむね欲張りで、不死ともに離職を図っている。財産の多いものを高とし、身分の優劣の区別がない。たとえ巨万の富を持ったものでも、異色は粗悪である。力伝、農民と、竹り。 商人が半ばしている。8世紀、中央ユーラシアにおいて、特決に代わり、骸骨、ウィッグルが、北方草原の覇者となった。ソグド人は引き続き貿易相手となった、ウイグルの元へ入り込み、植民集落、ソグド人コロニーや、植民都市を形成した。これらのソグド人たちは、ウイグルに、ソグド文化を持ち込み、中には遊牧民化する者も,も現れたため、 次第に根血が起こり、ソグド系突決人やソグド系ウイグル人といった集団が生まれるようになった。こうして、ウイグルの下で貿易活動に従事したソグド人は当国内の長安を筆頭とする大都市に沢のマニキョウ寺院を建て、そこを拠点に商業活動に従事した。当の時代に活発に活動したソグド人であったが、 同胞の有力説土師の安禄山が安氏の乱を起こして同国に壊滅的な打撃を与えた。それまでの商業活動に反感を持たれていたこともあり、各地で迫害を受け衰退し、周辺民族に吸収されていった。ソグド人の本国ソグディアナは8世紀中頃にアッパース朝の直接支配下に入り、それ以後イスラム化が進行するにつれて、徐々にソグド人としての宗教的、 文化的独自性は失われていく。特にサーマン長地下では、アラビア文字ペルシア語が主流となった。そのような近代ペルシア語が、現在のタジク語につながっていく。一方、カラハンアサ以後のトゥルク系イスラム王長地下で、トゥルク化が進むと、アラビア文字、トゥルク語が、支配的となっていく。カラハンアサ出身の大学者、マフムードカーシバリーのトルコ語アラビア語では、 西部天山の北六に十一世紀まで、本国出身のソグド人集団が確認されるが、彼らはソグド語とトュルク語のバイリンガルであり、トュルクの服装と習慣に染まっていたという。しかし彼らは、その一から二世紀後にソグド文字とソグド語を使わなくなった。西トルキスタンの大部分ではトュルク語やペルシア語に変わったものの、山間部ではソグド語が、 細々と保たれ、20世紀後半にザラフシャン、川上流にある、ヤグノーブ渓谷で、約3000人のヤグノビ人に話しれていた、ヤグノーブ語はその生き残りである。一方、東トルキスタンにいた、ソグド人も西ウイグル王国や慣州、ウイグル王国などのもとで生き残り、彼らのもたらした、ソグド文字は、ウイグル文字に進化し、さらに13世紀に、モンゴル文字へ、 16から17世紀には満州文字へと進化していった。このようにソグト人は他の民族の中に溶け込んでいき、後世の文化へ多大な影響を与えることとなった。ソグト人が売買する商品はシルクロードという名の通り、絹馬貿易によってウィックルに備蓄された絹織物、馬、あた絹、馬鹿剣や鉄製品、陶磁器、大王。 日記などの中国の産物と、西方からの金銀器、ガラス製品、メノオ、玉、琥珀、真珠、サンゴなどの宝石類と、金塊、金貨、春馬、香辛料、薬草、葡萄酒、香料、絨毯などの産物で、主に扱われたのは写真品であった。また、馬やラクダと並ぶほど高額商品として、売買されたのが奴隷であった。 戦争や犯罪などによって国内外から生み出された奴隷は、付加価値を高めるため外国語や礼儀作法、株音力その他の儀礼を教え込まれ、商品としての教育を施された上で売り裁かれた。これについて十世紀のイブンハウカルは、サーマン朝と治下のサマルカンドは、マーワラアンナル中の奴隷の集まるところであり、しかもサマルカンドで教育を受けた奴隷が最良であると、記している。 これら奴隷貿易では契約文書が用いられており、近年になってそれが多数発見されている。中国に来住したソグド人は、漢文書による行政上の必要から漢字名を持たされたらしく、その際には出身都市名を示す漢語が生として採用された。これらを一括して、ソグド生と呼ぶ。また、都市名を特定できないが、ら、ク、テ敵も、 ソグド星に含まれる。ソグド人は、色黒の肌深め、交尾、多髭などの高カソイドとしての身体的特徴が挙げられる。ソグド人の言語は、ソグド語である。ソグド語は、イオー語族イラン語派に属する中世イラン語のの一つであり、同じ仲間としては、バクトリア語、コータ語がある。紀元前六世紀に、ソグディアナがアケメネス朝の支配下に入ると、 アケムネス朝からアラム文字が流入し、はじめはアラム文字でアラム語を記していたが、次第にアラム文字でソグド語を記すようになり、最終的にアラム文字を総書化してソグド文字を開発し、ソグド文字でソグド語を記すようになった。やがてソグド人が商人として各地に散らばったため、ソグド語、ソグド文字は中央アジアのシルクロードにおいて国際共通語となった。 ソグド人の宗教は、ゾロアスター教をはじめ、マニ教、ネストリウス・ハキリスト教、仏教を信仰した。生まれたばかりの赤子の口に氷砂糖を含ませ、手のひらにニカは接着剤を塗る習慣があった。その理由は、成長して商人となった時、甘い言葉で商売の相手を口説き、お金を握ったら絶対に話さないという願掛けのようなものである。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。